今日は2020年2月22日にだらけの日、はい、今夜は、3連休の土曜日ですけども、すみさん今回初めてのスキー場行きますよ。はい、戸隠スキー場です。そうです。忍者のふるさとだそうです。そして雪質がいいらしいです。それはそうですよ。私常に雪質は最上級を求めてますからエクセレントな雪質を求めて旅をするタイプですから。スミさんね、僕たちスキー場でさ、車中泊よくやるだろ、うん、ここで池さんのスキー場車中泊ならではのグッズ情報をご紹介しましょう、うん、はい。あのね、スキー場ってさ、うん、水を流すんだよ、雪を溶かすために、ね、うん、結構消雪パイプついてて、うん、そうだね、で、そうでしょ、よく見たことあるでしょ、うん、で、ね、アスファルトにするためにさ、雪を溶かすためにさ、水を流してんだよ。水を流すっていうことは、うん、つまり排水させるために傾斜をつけなくちゃいけないのね、うん、そうだね、溜まっちゃうから、ね、そうなんだよね、びっちゃびちゃになっちゃうからさ、うん、なので、ね、スキー場の車中泊は駐車場っていうのは必ず傾斜がついているので、うん、寝るときは車を止めたとき当然車も斜めになっちゃうんだよ、うん、だからね、車を水平にするために、うん、こうタイヤの下にさ、うん、かませるやつとかあるんだよね。ある、わかる、板っていうかさ、車止めっていうんだけどさ、 あれをかませるんだよね。そう、うん、つまりこう少し車高を上げられるんだよ、そういうのを使う、うんうんうん、かませて、うん、これは必須だね、むしろ。なんでならほぼ傾斜のついてない駐車場ってないから、スキー場においては、うん、スキー場で車中泊する方への、スーパーベストアドバイス、車高を調整するためにタイヤの下にかませるあれ、ピコン、今ね、画像が出てます、これです、ピコン、これを常備しとくといいです。2つあればいいです。こっち持ってんの持ってねえよ使ってんの見たことない。ないね。なんで俺偉そうにこんなこと言ってんだろうそうだよ、持ってんのかと思った。見たことないけど実は持ってんだと持ってないんだよ。でなんでこんな偉そうに喋ったかっていうと、今日中里のスキー場の駐車場に車中泊しているキャンピングカーがそれをやってんのを見て、うん、ああこうすればいいんだって俺今日思ったんだよ学びました。ね、僕たちもね、常になんかね、車中泊歴20年の夫婦がみたいなさ、偉そうなこと言ってるけど、まだ知らねえこといっぱいあるからさ、今日はね、勉強になりました。あれ買おう、すぐに。いつもさ、そのスキー場の行き先決めるときって、うん、何を基準に決めてんの？俺、最近なんだけど、スノーフォーキャストっていうサービスっていうのかな、サイトがあって、そこをね、すごく利用している。知ってる？スノーフォーキャスト。私も最近見るようにしてる。でも昔からなんかガイドのみんなは使ってた気がする。使ってたね、うん、確かに知ってたんだけどね、昔からあるよね。最近ね、みなかみのさ、バックカントリーガイドのワープのワープっていうのがあったけど、そこのシーンがさ、絶対これ使った方がいいよって教えてくれたの。去年はすごい確率高かったなって、当たる確率が、っていうので今ね、アプリもあるから俺で結構毎日チェックしてんだよ、でね、有料会員になったんだけど、この先2週間まで見れるのね、雪予報が。でそのアプリ何がいいかっていうと、自分のお気に入りの山をさ、登録できるんだよ。そうする、はいはい、そうすると3つの標高での天候の違いを見ることができる、ボトム と、中間とトップ。へー、あ、それは確実だね。いいでしょ。結構山麓と山頂だと標高違うもんね。だし山麓と山頂だと、なんだったら天気違うんだよ。確かに雨と雪ぐらい違う。そうそうそう、だから天気予報とかが見せてくれるスキー場の天気
予報ってさ、うん、ボトムなのかトップなのか分かんないじゃない、うん、だけどそのスノーフォーキャストは標高ごとの違いが見れるから、うん、下の方が、ちょっと雨だとしても、うん、ピークの方雪だったりするから、うん、じゃあ行ってもいいかもみたいな判断基準になるじゃない。それと、もちろんさ最高気温最低気温とかっていうのは当たり前なんだけども、うん、フローズンテンパチャーっつって、雪に変わる標高その日の、うん、それも分かるんだよ。だから、なんだっけ、その標高が低ければ低いほどもう雪なの、どこへ行っても。でこれが高くなっちゃうと麓の方は雨、ピークの方が雪っていう判断ができる。なのでこう今までよりもすごく、これだったら下は雨だけども上の方は雪だなとかさ、うん、っていう判断も一つ基準になるから、うーん、やっぱね最近すごい信頼度が高い、そのアプリが、アプリで見ててもね、うんうん、Snow Forecast で今回の戸隠はどんな感じなんですか。全く期待しなくていいね、もう降らないに等しいじゃない。ただし雨ではない。めっちゃ雪じゃ、めっちゃ雪じゃ、めっちゃ雪じゃ、小鳥さん、めっちゃ雪じゃ。いや、父ちゃん今日違う、うん、今日私は約10年ぶりにじゃじゃん、ヘルメットスタイル。ヘルメットだ。もうね、今日はヘルメットスタイルでいきたいと思います。ゆみこ、いや、はじめまして、戸隠スキー場第3クワッドリフトに乗るぞ。戸隠だー、ふー、猛吹雪、戸隠めっちゃ降っとるやないかい。俺たちは今日も雪の女神にキスしてもらってる。やべえ、超パウダーだよ俺たち、ラッキー。小鳥さん、パウダーだ、パウダー、よーし、行くよ、レディー、カモン。オーケーよー。ちょっとあれだね、小鳥さん、はい、私たちはいつもパウダーに当たるね。なに、ここ全然空いててめっちゃいいじゃん、しかもパウダー。母ちゃん、俺たちファーストだぜ、イエ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 イ、一番一番ファースト一番、お願いします。俺たちがファーストだー、ヤッホー、おはようございます、ありがとうございました。いいじゃがいた、はい、ヤッホー、よーし、ファーストだ、来い青い、ファーストゲット、you
たちファーストだぜ。大失敗。なんじゃここは。しかし息子が母を引っ張る姿に父は感動を覚えた。あお小太陽が出てきた。俺たちは神に好かれている。ハラハラ。今日さ、もしさ、これ降ってなかったら、めっちゃあのガリガリのコース滑ってたことになるから、もう超ついてるよ、俺たち。やっぱ日頃の行いがいいとね。いざっていう時に、雪の女神は微笑んでくれる。母ちゃん先頭、レッツゴー。壁ね、壁だよ。
か私たち朝ごはん食べてません。なんとおやつに買ってきたお菓子を朝に朝飯に食うってね。なので今日は早飯にしましょう。その前に一本滑るぞみんな。はい、いや、いいね、青。もう出ておいで。オーケー、森の冒険。あ、いいね。ツリーラン、ツリーラン、いいね。青、今よかったよ。本当？あ、こうやってくっついた？はい、いいよ。はい、ご飯です、ご飯です。行きましょう。今日はここ。すごい広い。すごいおしゃれなスキー場、レストランだね。やっほー。やったね。俺の注文したガッツリバーガーは、こいつだ。でれん。でけー。青いのは何？受験番号1052番、ピリカツ丼のお客様。カツ丼。受験番号1052番、ピリカツ丼のお客様。ポテト。いただきます。それでは、私、ガッツリバーガーを食べてみたいと思います。これです。2042番のお客様、お待たせいたしました。食べれるかな、これ。いただきます。やばい、これでかすぎてどう食べたらいいかわかんねえ。めっちゃバッチリ。お腹いっぱいになった？ご飯食べた。パワーマッカー。2ラウンド目行くと見た。おー、すげー、すげー。アドベンチャーコースへようこそ。いいかみんな、俺が行くのはザ・アドベンチャーだ。ついてこい。パウダーを狙っていく。ゴー。おい、ちょっと難しいね、パリンコリンで。パウダー行けばいいんじゃない。そうだね。気をつけながら行って、先行っていいよ。ゴー。ウッフー。ウッフー。ウッフー。頑張れ。はいよー。保育園の時以来だ。お前はいつも父ちゃんの股の間にいたんだ。壁行かないの？これで？見ようか、じゃあ左の壁。左手。おしゃお、赤ちゃんの青行くぞ。よし、来たー。ツリーだー。ツリーコース、森の冒険。歩こう。森の冒険。
あ、なるほど。それいいね。どこ？あ、いたいたいた。隣。黄色忍者、忍び。ちょっと。森の冒険。太陽が出てきたぞ、小鳥。太陽が出てきた。イエーイ。正直に言いますとちょっと飽きる。あのスキーのあれだよね、技術をこう特訓しに来たコブだとか、それからポールとか、そういうのを練習してる人たちがすごく多くて、スキーヤーのゲレンデだね、うん、ただ、雪質めちゃくちゃいい、うん、あのカービングするときにね、グイーンってこうエッジが入るような、そういうクオリティの高い雪質が、すごい人気がある秘訣だと思いますが、そうだな、もうお腹いっぱい、帰りたいとかそういうこと言ってんじゃないよ、飽きたとか、飽きたなんて一言も言ってないよ。ただコースの中に忍者が隠れていて、それを何人探せるかっていうのを楽しみながら滑ったりすることができるので、お子様連れにはね結構面白いと思うんですけども、やっぱね僕たちみたいにパウダーをやっぱり基本狙いで来る人たちにはちょっと物足りないかもしれないかなっていう感じはします。リフトのおじちゃんがねずっと笑顔なのよ。それがねすごくあったかい感じがしてね、とてもね気に入りました。戸隠スキー場レポート、そんな感じです。ぜひお子さん連れとかね、スキーをねがっちり練習したい人にはおすすめなんじゃないかなと思います。チェックイット。イエス、もう一丁。もう一丁。こうです。さあ今日の戸隠スキー場をおしまい。せーの、アデュー。戸隠スキー場ありがとうございました。戸隠スキー場、ここの駐車場に車中泊をさせてもらうときはこのトイレが24時間空いてます。チェックアウト。最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。せーの、アデュー。